やめろや。やめろな。やめへんって。やめろって。やめへんって。やめて。やめない。ああ、やめないで。生まれはロシア。育ちは関西。舞台は東京。ピロシキーズです。なんでこんな声小さいの？え？なんでこんな声小さいの？え、ちょっとなんか聞いた。なんでこんな声小さいの？っていう男いるよね。こうわざとでかい声出してくるやつ。急にそう遅いのキラびっくりするニワトリみたいになってまんむし。ドドドドってなる。今日何の動画撮んの？悪口系でいこう。悪口系また好感度下がるじゃん。だって前さ男の悪口系を撮ったけど女の場じゃないやん。あ、女のやつ撮ってみる？女の悪口ある？なんか。え、もうある。どんな？この間の話やけど。なんかラーメン屋さんに行ったの、ラーメン屋さんに行ってなんか食べてたら横になんか女の人と男の人が入ってきて、うん、ちょっと酒が入ってる感じ、うん、そしたら何言ってんだけどちょっと待ってもしもしラーメン屋にいんだけどごめんなさい、なんどういうことやねん、うるさいってこと、めっちゃうるさくて、おるでもおる、もうなんだこいつってなるぐらいめっちゃ叫んでんの。ムカつくよね。あのさ、エレベーターとかあと学生とか電車とかでも多いねんけど、もう明らかにみんながこれ私が今大きい声で話したら私の会話が周りに聞こえるのが分かるような環境で大きい声で喋るやつ、だいたい自分の話面白いと思ってるけど、ほんまもんないねん。あ、私はちょっと待って、もう一個あんねん。なんか前あったのが、あのセント入ってる時に男の湯が隣にあって、うん、でこっちが女湯やんか、うん、で入ってる時に、いつ出んの、あと5分ぐらい、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、入り終わった、え、まだやねん、ちょっと待ってって言うたら電話でよくない、ウケる、そんなんがおんの、あったよ。あれびっくりした、壁越しでめっちゃでかい声で喋ってたの。まあ迷惑系はうざいよね。でもなんか迷惑系って言ったらなんか男女に限らないというか、そのエレベーターとかで自分の話が面白いと思って話すやつってなんか男でも結構多いかなって思うねんけど、女でムカつくやつはな、ちょっとメモ見ていい？メモあんねん。メモあんねん。そんなメモがあるの？ムカつく女メモってのがあって、ちょっと待ってよ。ムカつく女メモ、そうそうそう、これな、あれがムカつくねん。ほとんどの女に俺がムカついてることな。ほとんどの女にムカついてること、ちょっと待って、自分が当てはまったら、あんたも当てはまってると思う。うそ、ほとんどの全ての女、あ、全ての女が、うん、私って結構サバサバやしとか、あ、言う、私って結構男っぽい性格なんだよね、それ言う、私あんまり嫉妬しないタイプだからとか、あ、でもなんての、嫉妬はするタイプです、私って男っぽい性格なんだよねっていうのをほとんど全部の女が言ってんの。うち男っぽくないって、もうみんな言ってんのよ。悪いけど男なめんなって話。お前男なめんなって、そんなにお前ガサツじゃないぞと。ガサツっていうだけのことだけでもないねんけど、そのもっと体育会系だったりとか、その男っぽい性格っていうのはもっともっともっと男っぽいし、なんかね、そんなお前ネチネチしてんぞ、なんでそんな男っぽいやろって言うんやろ。みんな言いたいね、私はなんか男っぽいから、うん、女の友達ちょっと仲できないんだよねとか、やっぱ男との方が仲良くできるとかっていうのも多い、悪いけどめっちゃ多い。でもそういう女って結構地雷で、結局女となかなかコミュニケーションがちゃんと取れてない、ただのそれの言い訳だったりもするのよ。私の悪口、あんたの悪口や。浮気をされて、私ってすぐ男に浮気されるんだよねって相談をしてくる女に限って、男の前でやっぱ気づか、自分でも気づかううちに、私そんな嫉妬しないタイプだからねとかっていうのを事前に言ってんのよ、付き合う前とかに、友達の段階とかで、私そんななんか別になんか嫉妬とかしないけどね、好感度上げるために、そうそう、好感度上げるために言ってんねんけど、ゆくゆく結局浮気されて、でもそのあんたが浮気される原因ってそういう普段の口、嫉妬しない女なんだなって男はなんか知らんけど思い込んでたら、やっぱりそこのなんかガード緩くなって言ってまうもん、浮気する時にも、やっぱ浮気しようとしてる時に、でもこれあのこれバレたらやばいぞって
思ってたらちょっとはねそこが歯止めになったりとかするのよ。だから普段から私嫉妬するからねって素直に言ってる女の方が俺は可愛いなって思うし、そういう女の方が幸せになれるよっていつも思ってる。別にみたいな、こうすかした感じ、すかした感じやるのダメよ、まあ、ちょっと恐怖感を与えた方がいいよね。そう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 、なんかね、これはやばいことになるかもしれないからっていう感じはね。もしやきもちさせるようなことしたらみたいな、覚えとけよっていう女の方がやっぱしっかりしてるし、俺はいいと思う。メモメモ。そうよ、世の中の女の人はそういうところがねちょっと足りてないところがやっぱ皆さんだから言ってください。自分のなんか好きな男性に付き合う前とかでもいいけど、付き合ってる人、浮気だけはやめてよって。お前浮気なんかしたら知らないからね。あとよくあるパターン、浮気するのは許せないくもないけど、え、許せんのってなっちゃう。私にバレないようにやってと思うとかって、ダメダメ、ダメでしょ、ダメなのよ、バレないようにやってと思うって。なんかそのなんだろう、浮気された後とかにもなんかこう強がって言ったりする人も、バレないようにやれよとかって言ったりする。バレてないよ、ダメ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 、そんなそんなマインドでいるから結局やられる。ってことはバレなきゃいいんだってなるもん。なる。え、じゃあバレなくてもなんか、あ、許してくれてるってこと、違う女性と。そう、あーなるほど、え、じゃあバレないようにしようとなる、うん、だから素直に私は別に男っぽい性格だとかっていうのもやめてほしいし、別に女っぽい性格って悪いことじゃないからね。そうよね、別に何って、女っぽい性、じゃ逆に女っぽい性格って何って、女っぽい性格っていうのはネチネチしてなんかそういうことじゃないじゃん。だってそれは女に対して失礼の話、女はみんなネチネチしてあじゃあじゃとかって言ってるっていう前提の話を進めてるから、自分で自分の首を絞めてるぞって思うし、うちなんかね言われたことあんだよね。で男はなんかさっぱりしてるっていうのもまた間違った、これはそこれで差別よ。全然男ってさっぱりしてないからね、言っとくけど。さっぱりネチネチしてんぞ男も。男はネチネチ、ネチネチしてる、びっくりするぐらいもうくっちゃくっちゃしてるわ。くっちゃくっちゃすんじゃねえよ。チュッパチュッパ。それちょっとよだれが出たわ今。あとこれもムカつくねん、これよく相談されんねん、相談ってかよく言われんねんけど、なんか彼氏になご飯とか作るやろって、でもそのご飯を作って出してもありがとうがないねんって言って、で掃除とかしてな、洗濯とかもやってんのに全然ありがとう言ってくれへんねん、全然あの人ありがとう言わへんから、私ほんともうありがとう言わない男ってほんとやだって言ってる女。え、それって何がダメなの。これ自体は悪くないのよ、うん、男確かにそんな料理してもらったらありがとうって言うべきやし、美味しいとかね、そうそうそう、うん、全然言うべきやねんけど、けどけど何、けど大体そういう女とね一緒に電車とか乗るやん、うん、ほんでなんか彼氏と一緒にその女がいて、で自分もいるみたいな環境だったりとか、うん、じゃあ電車の席が一つだけ空いてましたと、あでもなんかそらしてくれるよね、そういう時ってほとんど俺が見てる限りほとんど全て男が座らせてあげてるねんけど、うんうんうん、ああ座り座りみたいな感じで、うん、もうそれを言うまでもなく、ああ空いてんで空いてんの方行きみたいな感じで座ってんだけど、うん、そのひょこって座ってる時の俺、あ、ありがとうって言ってるの聞いたことがないねん。ああ、あんまり、まあ、言ってる女もおると思うねんけど、少なくともありがとう言わへん男はいやって言ってる女とかでも結構言ってない率多いねん。あと重い荷物持ってもらう時とかな、買い物一緒に行って持ってくれてありがとうとか言わないじゃん。で言わないのよ、言う人もいるの、言ってる方はすごい立派でいいことなんです。それはそういう、もし言ってるんであれば、ご飯作った時にありがとう言ってほしいとかそういうのは通用するねんけど、その男にしてもらってる時のことをあんまり理解できてない、そのもう当然すぎて言えてないパターン。お互いにありがとうって言い合うのがね、それだから、そう、もうそれが素敵だから、お互いありがとうと言わなくてもいい関係でいくのか、お互い必ず何事もありがとうっていう関係であるのかをはっきりさせようと、そういう時は思う。片方だけになっちゃうもんね、うん、でもありがとうはいるでしょ、そこも。いや、ありがとうはお互いに言った方がいい、絶対それは本当に確実にそうやな。そうそうそう、まあ、だから文句を言う時にはやっぱり自分のことも一回思い返してみるっていうのが大事なんちゃいますか。そうですね、うん、文句を言う時には今一度自分のことを思い出して、その時に、まあ、でも普段いろいろやってもらってんな、まあ、まあこれからありがとうって言おうとか、そうそうとか、なんかまあいいわって、まあいいわって俺すごい大事だと思う、生きてる上で。まあいいわ、まあいいわって、うん、このまあいいわって、まあいっかとか、そのそういうワード
これいっぱい使ってる人って結構幸せやと思う。あ、でもなんかポジティブな感じがする。うん、結構いいこと言ったんちゃう。めっちゃいつも。ああ、もうまた人救ってもた。救いました。救われましたってなってんのかな。なってんねん絶対。なってへんの。